タブロイド思考とは複雑な物事を非想的に単純化、類型化して把握する思考のありさまである。何が原因であるのかについて深く考え分析すると単純に断言することができず判断が難しいような事象や出来事をステレオタイプな枠で捉える思考である。周辺ルート思考とも呼ばれる。ある状況に遭遇した本人にとって状況の複雑度が 認知域を超えている状態に陥りやすい思考である。大衆史は、興味本位で引きつけ、真相を提示するが、社会と人間の事象は、極めて複雑な連関構造を持っており、何かが起こった時、その原因などを調べていくのは、非常な手間がかかり、また妥当な認識に達するのも困難なことが多い。これに対し、事象の本質的な複雑さを考慮することなく、 また深く吟味したり分析したりすることなく、類型的な思考の分類や決まり文句などで、その事象の原因や量を理解したような気分になるのがタブロイド思考である。例えば、物価が高騰したという社会的な事象があれば、その理由は大企業が金儲けに奔走しているためであるとか、それと対比的に怠け者の貧乏人を支援するため、 不要な社会福祉などがあるからであるなどという決めつけがこの思考の類である。物事の根本の複雑な相互関係の分析にまで至るのは一般的な人間の思考にとっては非常に負担が多く困難である。しかしよくわからないでは自分の無能さが露呈されるようで好ましくなく、またわからないという状態も不安定な心理であるためその答えは すなわちこれであるというような単純明快な図式的回答を批判的態度などなく授与するような思考のことを主に言う。タブロイド思考は物事を単純化して考えるが、こういう単純化そのものが一種の社会的な流行の上に乗っていることがある。政治や経済の問題から社会問題、あるいは個人の消費生活や趣味、 遊びの流行に至るまで、社会的な標準的規範というものが設定されるケースが多々ある。このような規範が果たして妥当なのか否か、個人が自主的な判断や吟味を試みようとすると、資料収集や思考に大きな努力が必要となることがある。しかも、こうして主体的に考察し思考してみても、明確な答えが得られないのが普通である。このような場合、 もっと楽な方法として、社会でルフし、流行しているものを、そのまま受け入れ模倣し、なぜそれを肯定するのかの理由は、社会の常識であるというように考えると、これは思考停止の一種である。混雑する列車内では、小サイズの新聞が適している。タブロイド思考という言葉は、通常の新聞よりもサイズの小さなタブロイド型新聞から来ている。 都市の駅売店などで販売され、待機時間帯の通勤列車の中で読むのに適したサイズであるが、即売ゆえに、興味本位の記事を売り物にする新聞が多く、何かの社会的事象や事件を伝えても、その詳細や立ち入った分析は行わず、地下鉄などの一駅で読み切れる、単文記事で読者が理解しやすいように累計的な決めつけを行うような新聞が多かった。 タブロイド新聞の記事を読んでいると世の中の複雑な事象がすべて単純な原理で解明できるような錯覚にも陥る。タブロイド新聞が行うのと同じような論理の省略、分析の省略によって物事を非壮的な外見から決めつけて答えを出すような思考をタブロイド思考というのである。なお、このような報道を行うタブロイド紙は基本的に英国のものだが 2000年代以降の英国では、タイムズやインデペンデント、ガーディアンといったインテリ向けの論説を売りにする、高級紙もタブロイド版や、それに近い小型サイズへの切り替えを行っており、半径だけを基準とした、タブロイド誌イコール大衆紙という図式は成り立たなく、なりつつある。ただし、高級紙では、小型化した後の半径を、コンパクト版と呼ぶなどして、いわゆるタブロイド紙との区別は、 明確にしており、タブロイドという表現が蒸気のような大衆紙でありがちな単純化されたものの見方をガニすることは今のところ以前と変わっていない。ありがとうございます。